皆さんこんにちは。レック専任講師の森と申します。よろしくお願いいたします。今回はですね、こちらのですね、令和5年の、予備試験の担当式問題集の一般教養科目の解説をさせていただきたいと思います。この動画ではですね、まず文系科目、だけ扱いまして、でまた別の動画で理系科目も扱いたいと思います。はい。でこの動画ではですね、実際の令和5年の教養、一般教養の過去問を全部解説していくという形になるので、まずこの世界史の問題からやっていくわけですけども、私も全部の科目について詳しく精通しているというわけでも何でもなく、自分なりに調べてみて、でこういう考え方で解けるかなと思ったところを、ね、説明させていただければと思います。はい。でまず1問目ですね、世界史の問題で、空所補充の問題、正解はね、この2番になるんですけども、ポルトガルとスペインが唇を切った大航海時代は、アフロユーラシア大陸と、南北アメリカ大陸との間にコロンブス交換と呼ばれる現象を生み出した。いわゆる旧大陸と新大陸との間で新たなものの流れが生まれ、相互の社会に大きな変化をもたらしたのであると。で、大航海時代には新大陸から、南米ですよね、南米から、さつまいもやトウモロコシ、じゃがいも、トマト、唐辛子、あとはこれ、タバコが正解になりますね。はい。こういったものが、入ってきましたよと。で、今度は旧大陸の方から、ヨーロッパの方からですね、今度は、小麦、米、で、これ、サトウキビですね。サトウキビが、入ってきましたよと。で、また、両大陸の間では作物だけでなく感染症も運ばれ、特に旧大陸から運ばれた、天然痘、は免疫を持たなかったアフリカ大陸の先住民人口を激減させた。で、ポルトガルやスペイン人は、中南米での労働力としてアフリカ人奴隷を必要とするようになった。特にアフリカに交易拠点を持つ、ポルトガルは、中南米に積極的に奴隷供給を行った。で、17世紀にはイギリスやフランスがカリブ海や、北アメリカに進出して、これまたね、サトウキビ、さっきのサトウキビが入ってプランテーション栽培を大規模に開始した。で、彼らの植民地経営もアフリカ人奴隷の労働力に依存していた。で、イギリスが自国の植民地の貿易、奴隷貿易を禁止したのが、これは1807年になってきます。で、五等選択肢にある1863年というのは、これはおそらくリンカーンの奴隷解放宣言の年号で引っ掛けてきてるんでしょうね。はい。なんで、それを、タバコ、サトウキビ、天然痘、ポルトガル、1807年と合わせると、2番が正解という形になります。これちょっと知識問題なので、そうでしたよとしか言いようがないのかなという気もします。はい。で、続いては、ウクライナ地域に関する、説明を並べたもので、誤りを含むものを選べ。これ3番が誤りなんですけども、どこが誤ってるかっていうと、およそ15世紀末から18世紀にかけて、南部ステップ地域では主に、逃亡農民により構成されたセイムと呼ばれる、これがね、コサック、じゃないかと思いますね。ちょっと私は別にこれ最初から知ってたわけでもなく、3番が間違いというところで、どこが間違ってるのかなと思って調べてみたら、これはセイムではなくコサックっていうのが正しい、回答になるかなというところです。はい。なのでこれは3番が間違っているということになります。で、第3問ですね、これは日本史ですね。今度は、日本史の諸法令の一部を抜粋したもので、これを、出題、制定された年代順に並べろということです。で、これ読んでいくと、なんとなくどの法令のことかは分かるようになってるんですよね。例えば、青を見ると、イギリスの船、千年長崎において狼藉の呼び、一体イギリスに限らず南蛮西洋の義は、とにかくなんちゃらかんちゃらで、打ち払いって書いてますからね。異国船とか打ち払いっていうワードがありますから、これ異国船打ち払い例のことかなと。で、意を見ると、大名とかが、ここに今度ね、参勤すべきしって書いてますからね。大名とかを参勤させるって言ったら、参勤交代かなとか。要は、これが一番難しいかなって思うんですけど、今般、諸国大名の神社において、神仏、金光の儀は、廃止だというような形を言っているわけですね。で、その神仏、神道と仏教ですよね。この2つを、分けるというニュアンスの、法令ということで、神仏分離令という法令が、あったかなと。あったかなというか、調べたらあったっていうところですね。日本史を高校時代勉強してた人は分かると思いますけど、明治時代の法律だそうですね。私はちょっと高校時代の受験科目日本史ではなかったので、そこまで詳しくないですけども、これだけちょっとね、レベル高いなという気がします、ウに関しては。で、絵ですね。絵は簡単ですね。その刀とか書いてあって、刀とかそういうのは停止だと。
いうようなこと書いてあると。で、まあ、刀とかはね、持たせないようにする法令って言ったら、まあ、刀狩り令かなと。豊臣秀吉の時代ですね。で、お、まあ、これも簡単かなとね。主なき犬日頃は、食べ物を、玉合わせかな、これ。申さずとかって書いてますよね。はい。まあ、なんでこれ、犬を大事にしろって法律になってますので、これはまあ、勝利憐れみの令という綱吉が出したやつかなというところです。で、それが分かると、まあ、宇が明治時代ということが分かれば、まあ、これ一番古いのは絵ですよね。刀狩り、戦国時代、ですから、まあ、戦国時代というか、まあ、安土桃山時代あたりですよね。で、続いては江戸時代に入っていて、江戸時代は最初に参勤交代があり、でその後勝利憐れみの令があり、でそれで異国船打ち払い令がありという順番だったと思いますので、え、い、お、あ、最後に明治時代のうという流れになるから4番が正解ということになります。はい。で、続いて第4問目、これはですね、またこれ日本史の問題です。で、正しい選択肢は、日本史の問題ね。正しい選択肢は1番になります。まあ、これ正しいと。で、2番に関してはどこか、ね、2番以降どこ間違ってるかっていうと、まあ、この伊藤博文が朝鮮総督っていうのは、これはまあ、調べたところ監督当官って書いてたから、まあ、そっちなのかなというところですね。で、これも、浜口大佐のところも、まあ、ロンドンではなく、ワシントンではなくロンドンじゃないかと。で、4番に関しては、まあ、犬養毅が暗殺された後に総理大臣になったのは、なんか立憲民主党の党首ですよって書いてるんですけど、まあ、実際総理大臣になったのは斉藤誠さんっていう人らしくて、でもこの方は退役、ちょっと待ってくださいね、退役海軍大将っていう、まあ、肩書きで、別にその立憲民主党の党首とかじゃなかったので、まあ、ここが間違いなのかなと。で、5番に関しては、この高橋惟幸の襲撃された事件、これは226事件のことですね。で、226事件の鎮圧をきっかけに陸軍の政治的な発言力が低下したっていう、この低下は別にしてないのかなというところになります。こういったところで、まあ、2から5は間違ってる。で、1番だけ合ってるっていうことになるかなと思います。で、5番ですね。5番。水資源の持続的な利用とかって言って、水資源に関する問題です。で、これ、あは比較的簡単ですよね。これ、誤ってるものを選べってことで、誤りは、あとうなんですね。で、あは、地球上の水はほとんどが海水。まあ、そうですね、と。で、地球上の海水以外の水を、まあ、陸水といい、で、そのほとんどは、河川とか、まあ、湖とかですよって書いてますけども、まあ、実際はこれ、ほとんどが、氷山、まあ、つまり南極とか北極で凍ってる、淡水のほとんどは、そういったものに分類されます。ので、まあ、これは間違い。これに関しては結構テレビとかでも紹介されてるのを何度か聞いたこと僕もあるので、まあ、あに関しては、間違ってるって選びやすかったかなと。で、もう一つは、うですね。この中国では南部の慢性的な水不足が深刻な問題となっている。そのため2000年代から北部の比較的豊富な水資源を南部に導水する国家事業を行っているってありますが、まあ、これ南部と北部が逆ですね、私が調べたところね。だからこの2つが間違ってますので、正解は2番という形になります。そして、6番目ですね。今度は人が生活を営む、集落の立地と、形態に関する問題ということで、間違っているものをこれ選ぶ。で、間違っているのは、まあ、うとえですね。うとえが間違ってますよと。で、うは、濃尾平野などの洪水の多い地域では、和住と呼ばれる集落が形成された。で、和住では主に和住邸の上に、家屋が立地し、これが間違いですね。これは私、和住って画像検索かなんかして、実際の和住のね、画像なりイラストなりを見たんですけど、堤防の上には気づかれてません、家は。堤防の向こう側に気づかれてましたので、上っていうのが間違いかなと思います。で、絵に関しては、これ、九十九里平野では、海岸に神殿集落が築かれ、その内陸にはってありますが、これ、内陸に農具や領具を収めるの、納屋が発達した納屋集落が築かれた。で、納屋集落っていうのは実際あるんですけども、内陸ではないですね。海岸上にあるということで、内陸って言ったらその海から離れた場所ってことになっちゃうので、海から離れてないですね、納屋集落は。私が調べたところによると。ですから、この内陸っていうところが間違っているかなと。だから、うとえが間違いで4番が正解ということになるかなと思います。で、こっちかな。はい。7番目は正誤判定ちょっとしてなかったですね。失礼しました。7番目の問題は、イが正解ですね。イが正解と、うん。で、これどういうふうな問題かというと、民族問題、地域紛争に関する問題です。
で、アはこの、まあ、ルワンダ内戦の問題で、少数派のツチ族、多数派のフツ族の対立が生じ、大量虐殺が行われたって書いてますが、このフランス植民地時代っていうのが、私が調べた感じだと、フランスではなく、まあ、ベルギーじゃないかというところですね。フランスが間違っている。で、イ、これ正しいですね。これ正しい。正しいのはイとエなんですね。イは正しいです。で、ウですね。スリランカ民族紛争は多数派である仏教の、これタミルと、まあ、タミルとシンハラがこれ逆ですね、基本的に、はい、タミル派とシンハラ派が、タミル人シンハラ人が逆なので、このタミルと、シンハラ、これ逆にしないと正解にならないかなというところです。で、絵は正しいですね、はい。で、お、ベルギーでは北部の、フラマン人がフランス語、これ私が調べるとフラマン人はフランス語ではなくそのフラマン語を使っていて、南部のワロン人、こっちがフランス語を使っているということですね。これはまあ難しいですね。うん、これはなかなか難しいので、まあ、これ正解分かるっていう人は本当に素晴らしいのかなと思います。で、これが、8問目なんですよね。で、8問目に関しては古文の問題で、ちょっと問題文が省略されてて、これは著作、これなんで省略されてるのか分かんないんですけど、著作権はないような気もするんですが、とにかく省略されてます。で、一応これ4番が正解で、本文にこれ合致して、していないものを選ばせる問題なんですよ。本文の内容に合致していないもので、これなんで4番が不正解、合致してないかっていうと、このね、疎ましく思った女房たちってあるんですけど、これね、本文では心憎く思いてって書いてるんですよ。女房たちはね、心憎く思ったと。で、それを疎ましく思ったって和訳しちゃってるんですよね。ところが心憎いっていう単語は古文ではすごく大事な単語、多分受験で皆さんも勉強したことあると思うんですけど、心憎いっていうのはそもそも奥ゆかしいとか、基本的にプラスの意味で使われる単語なんですね。心憎い、まあ、今でも心憎いねなんて言ったらいい意味で使うことが普通かと思います。だからこの心憎いを疎ましいっていうふうにマイナスの意味で訳しているところが間違ってるので、これは4が合致してないということになる。これは問題文全体が分からなくても、ああこれ心憎いの部分疎ましく思ってだって典型的な誤訳をしているなっていうことに気づければ解けるので、これは比較的解きやすかった基本的な問題だったのかなというふうに思います。そして、9番目ですね、これもこれ今度は現代文ですね。これはもろ著作権が問題になってますかね。だから、まあ、公表されてないということになります。で、9番目、まあ、2が正解で、まあ、ちょっと、まあ、著作権の関係で内容にあんまり踏み込めないので、ちょっと、どういうところでこれ、なぜね、2が正解なのか。まあ、もちろん、実際受けた方、原文もね、見れてると思うので、その辺から説明させてもらうと、まず、あに入るのはね、まあ、これ、白居易っていう人の、ことを説明していて、白居易っていうのは、まあ、詩を書いた人なんですね、中国の。で、作品の数が多いだけではなく、白居易はなんちゃらなんだと。だから作品の数が多いだけではなくなんちゃらだっていうところで、これはあが正解になってるんですけど、つまり作品の数が多いだけじゃないっていう、つまり詩を作ったですね、詩の作品の数が多いだけじゃなく、その詩の中でもね、作品の数が多いだけじゃなく詩の中でも白居易はなんちゃらだ、じゃあ詩の中でただでさえ多い作品の中でさらに何が対比されてるかっていうと、おそらく作品の数とその作品の中の言葉の数っていう捉えるのが自然だと思います。そうするとあだけその過剰なまでに言葉を費やすってことは、言い換えれば言葉の数が多いんですよね。一つの詩の作品の中で使われている言葉の数が多い、うん、数の対比が取れているのは2番だけだから、まあ、そういったところが正解の根拠かなと思いますね、うん。で、意に関しては目的って書いてて、まあ、その作品の、ね、中で言葉の数が多いよみたいなことをずっと説明した中で、まるで過剰な言葉を投ずること自体をなんちゃらかするかのようと、
はい、たくさんの言葉を使っているって分析していて、まるでもたくさんの言葉を使うこと自体が目的かのようにっていう風な説明がしっくりくるので目的が入ります。なんならここの中でまるで過剰な言葉を投ずること自体をっていう表現があるので、過剰な言葉っていうのがやっぱりあの正解、過剰なまでの言葉の根拠にも同時になりますね、はい、で、うですね、これは白教諭と比較して関羽っていう人の、作風も紹介してるんですけど、関羽の作風を新規で、怪獣な語が並ぶって言ってるんですよ。新規で怪獣ちょっと書きますね、漢字。怪獣がねすごい難しい漢字なんですよ。そう、これ関羽の作品を新規で怪獣っていう表現していて、でこれはもうボキャブラリー問題ですね、はい、新規怪獣ってどういう意味かっていうと、難しいっていうニュアンスの言葉です。特に怪獣なんかは新規は目新しいみたいなニュアンスですが、特に怪獣っていうのは難しいっていう意味を持っている言葉、この辺はこのボキャブラリーが分かっていれば、その怪獣の反対である平易、これを選べますね、はい、だから関羽は、新規で、怪獣だと。で一方で白教諭は、の方はなんちゃらだっていう風な流れ、ですから、怪獣の反対である、平易を選ぶと、はい、怪獣の意味が分かっているかどうかを聞くような問題だったのかなと思います、はい、で最後の、絵についてはだからこの、新規で怪獣な関羽と、その平易な白教諭を比べて一概になんちゃらすべきものじゃないっていうところで、一概にこうオツをつけるべきではないというようなことを述べているので、絵が正解かなと。どっちが上とは言えないよっていうニュアンスの言葉が入るということになります、はい、続いて10問目これはねなかなか面白い問題だと思うんですよね、和歌の空欄に漢字1文字ずつ入ると、でその中で一つだけ違うものがあるんだよっていう問題なんです。で、私も正解の単語入れちゃってますけども、3だけ夢で他は全部夜が入ります。で、全部共通して「ムバタマノ」っていう言葉から始まってますよね。ムバタマノ、これはいわば、枕言葉ですよね。それこそ夜とか夢とか黒いものを表すために使う枕言葉というふうに、言われてますね。でそうすると何でじゃあ3だけ夜なんだと。枕言葉なんで別に黒いイメージがある、髪の毛とか夜とか夢とかそういう黒い類のものであればいろんなものが入る可能性があるんですが、3はね、ムバタマの夢に何かは慰めん、うつつ、はい、これうつつがもうポイントですね。うつつは現実のことを指していて、夢かうつつか対比されるときに使いますよね。だから夢とうつつを対比しているので、ここに関してはもう3に関しては夢が入ると。じゃあ他が夜が入るってことが分かればこれが3だけ違うって分かる。で3は比較的本当にうつつがあるおかげで夢って選びやすいんですが、1から5の中でやっぱ一番夜って選びやすいのは5番なんですよね。ムバタマのを経てコール腹の池はとか書いてますよね。だから何かを経て池が凍ってるっていう描写なんですけど、これは普通に考えてね、夜を経て朝になったら水が凍ってました、はい、これは別に冬とか日本ではねたまに見られる現象ですよね、はい、だいたい夜の気温が下がった時期に夜を経て、水が凍りますから、A には夜が入るね。これ夢を経てだと意味わかんないですからね、はい、で5は夜だと。あとは1番かな、恋しねとする技ならしむ、間違えた、恋しねとする技、ならし無駄たまのか、夜はすがらに夢に見えつつと、ここにもう夢って入ってるから夢がまた入るってことはないでしょうし、で夜はすがらに、夜もすがらとかっていうように夜中中みたいなニュアンスですね、はい、夜はすがらにと、いうことで夜が入ると、いうことが分かれば、いいですね。1と3だけ比べても、そうか、1と3と5の最低3つは分かんないときついのかな。そう、3つ分かんないと、逆に3つ分かれば多数派の夜が、なんていうの、2つになればもう少数派は夢なんだから、夢だけ他と1つだけ違うんだなっていうことが分かりますね、はい、ということで、3番が正解。これじっくり考えれば分かるね。なかなかいい問題なんじゃないかなという気はします、10番に関しては。
で、これ11番もこれは出典がね、ご紹介できないんですよね。で、11番は、ちょっとなかなか解説もこれ出典がないと本当に難しいんですけど、まあ、空所補充です。まあ、この、中山さんという方がですかね、が訳された、文を穴埋めする問題なんですけど、だからまあ、兄に関してはね、なんちゃらによって戦争は終結するかもしれないと。だけども、なんかその、戦争状態が終わったわけではないみたいな、何によって戦争は終結するのか、みたいなニュアンスの言葉が入っていて、まあ、これはあのまず和平条約を入れます。で、意に関しては、あのこれ、法の支配しない状態にある人間に対しては、何によって命ずるかっていうような、その、何によっての部分が穴埋めなんですが、法の支配状態しないにある人間、つまり法で支配されない人間に対してってことなので、国際法が入るのはちょっとおかしいので、まあ、自然法という選択肢になると。で、一方で国家に対しては国際法によって同じことを命ずることができないみたいなニュアンスがある。まあこれはもう意が自然法って分かれば、うは国際法しか入ることはないですね。で、絵が非常にややこしいんですけど、あの絵はどんな空所補充だったかっていうと、道徳的な立法を行う最高の権力の座にあるなんちゃらは、このなんちゃらの部分が空所補充なんですよ。道徳的な立法を行う最高の権力の座にあるなんちゃらは、でなかなかまどろっこしい日本語ですよね。これね、あのやっぱカントの、人が、カントっていう方が書いたものを、まあ中山さんが和訳されてるですよね。訳って書いてるから、まあ、和訳されてるんでしょうね。で、あの本当に英語とかヨーロッパの言語でよくありがちだなと、私も英語以外の言語あんまり読まないですけど、英語こういう表現使うんですよね。だからそれをなんか無理やり日本語にしたからちょっと分かりにくい表現になってますけど、要するにあの、まあ、道徳的な判断をするのは理性でしょって言いたいんでしょうね。それを道徳的な判断をこなす理性っていうのを、まあ、道徳的な立法を行う最高の権力の座にある理性っていうふうな言い方をしていると、まあ、これは本当に日本人の感覚からはちょっと分かんないですよね。本当にあの西洋風の表現ですね。だから、まあ、正直西洋の言葉を和訳したものをさらに穴埋めさせるってなんかすごい無茶苦茶な気もするんですけど、そういう観点からいくと、だったら英語のまま、もしくは言語ね、あの西洋の言語のまま出されてないと余計分かりにくいなという気もするんですが、まあまあこの問題に関してはもうそういう感じで理性を選んでいただくしかないかなと。はい。で、まあ残ったのはおですね。で、まあこれはね、なんちゃらをまあ義務とするんだと。いうところ、ちょっとね、あんまり読んじゃうと、ちょっと著作権の関係もあるから、で、これ、何を義務とするかっていうと、まあ、その平和状態を義務とするんだみたいなニュアンスで、紹介されて、まあ、最後に平和状態が入るということになります。はい、まあ、これもまあ理性が分かれば自動的に平和状態になるんですかね。はい、だから、まあ、自由は入らなくて、理性が入るから、王は平和状態になるということで、4番が正解という形になります。続いて第12問ですね。で、これに関しては、哲学者たちの愛に関する説明ですという問題です。で、これはですね、まあ誤りがあるものを選べってことで1番が誤ってます。ゴーダマは慈悲としての愛を唱えた。これは、一切修修修一切なんて読むんでしょうこれ。一切小生って読むのかな。民衆の衆だから一切修正って読むのかな。はい。間違ってたらすいません。すなわち、すべての人間に対する無差別平等の愛であると。で、慈とは慈しみであり、他者に楽しみを与えることで、慈悲は、憐れみであり、他者の苦しみを取り除くことを意味する。この辺まではなんか私が調べた感じだと、なんか合ってるっぽいんですよね。で、ただ、縁起の法のもとに生きるのは人間のみ。なんかここはすごい違和感があって、あの、縁起の法っていう、なんかこう、なんか因果の流れみたいなニュアンスの、考え方らしいんですけど、これ人間のみっていうところはちょっと根拠見つからなくて、なんか人間のみっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと思います。だからここは人間のみののみが間違ってるんじゃないかなというふうに私としては考えました。ちょっとここはね、私もあまり詳しくないジャンルだったので、ちょっと自分で調べて、まあ、そうなのかなと思っているところをお伝えするしかないのかなというところです。ただまあ1番があの正解なのは間違いないので、公表されているので、まあ、1番が正解ということになります。はい。続いて13問目ですね。これはもう論理問題で、非常に今年の論理問題は難易度も低かったのかなと私は思います。
はい。で、まあ、演繹的推論の結論を示すゆえにの使い方として、正しいものを選べと。で、まあ、演繹的推論というのは前提が全て正しいときに、結論が、誤り得ないものを言うというふうなことですね。で、まず1番、シャンパンは全てフランスのみで作られる飲み物だと。これ前提なんですね。今目の前にある飲み物もフランスで作られた、ゆえにこれはシャンパンであると。これは正しいわけがないですよね。シャンパンが全てフランスで作られる飲み物だって言って、で今目の前にあるのがフランスで作られてるから、でこれはシャンパンだって、本当にわけがわからないというか、フランスで作られた飲み物にはシャンパン以外のものもありますからね、だからフランスで作られたからといってシャンパンとは限らないから×ですね。で2番、これまでシャンパンは全てフランスのみで作られてきた、でゆえにこれからもフランスのみで作られるべきだと。で前提として今まで、フランスで作られて、シャンパンってフランスで作られてきたっていうのが正しいからといって、これから先も、フランスで作られるかどうかは限りませんから、2番は間違いですね。ちなみにシャンパンって言ったら、おそらくシャンパーニュ地方っていうところで作ったものだけをシャンパンって呼んでると思うんですよ。だから現実としては2番は正解なんですよ。確かに多分シャンパンっていうのはこれからもフランスのみで作られると思うんですよ。ところが別にシャンパンの知識を問うてる問題じゃなくて、あくまでこの前提だけで判断したら、この2番の、結論っていうのは罰になるよっていうことになりますから、シャンパンっていう言葉の意味知識がある人が逆にこう不正解として選んじゃいそうな 気もしますね。3番目、これまで販売されてきたシャンパンは全てフランスで作られてきた、今目の前にあるシャンパンもフランスで作られてきた、ゆえにシャンパンというのはフランスで作られるものだ。まあこれも×ですね。さっき言ったようにシャンパンがフランスで作られるっていうのは間違いない事実なんでしょうけど、この前提は今までシャンパンで作られてきましたと。で今目の前にあるシャンパンもそうですと。でだからといってこれからもシャンパンがフランスで作られるかどうかは、この論理からはわからないので、3は×ですね。4番、あの店で販売されているフランスで作られた飲み物は全てシャンパンか赤ワインですよと、はい、その店でフランスで作られた飲み物はもうシャンパンか赤ワインしかないんですよ。そしてその店で何か買ったんですけど、それは赤ワインでもシャンパンでもないと。で赤ワインかシャンパン以外にその店ではフランスで作られたものは存在しないんです。ゆえにこれはフランスで作られたものではないというのは正しくなりますよね。これはまあ選びやすかったかなと思います。で5番、シャンパンは全てフランスのみで作られる飲み物だ、今目の前にあるのはシャンパンではない、ゆえにフランスで作られたものではないと。シャンパンは全てフランスで作られる飲み物だっていうのがまず前提としてあり、で目の前にあるのはシャンパンじゃないと、だからフランスで作られたものじゃない、これもむちゃくちゃなこと言ってますよね。別に何ですか、フランスで作られたシャンパン以外のものも存在しますからね、はい、だからフランスで作られたものではないと言い切ることはできないので、ダメですね。4番が正解と。これは絶対に取りたい問題の一つかなと思います。はい、続いて14番ですね、はい、でこれもなかなか専門知識が必要な難しい問題ですね。第二次世界大戦、終結後における先進国の福祉国家は、年金や医療、公的扶助などの政策内容やそれを支える理念、利益団体や政党の支持不支持、等について、対応のあり方を探っ取ってきたと。でこれらの先進国の福祉国家について主要な特徴を軸にしていくつかの共通の特徴を有する福祉レジームっていうのを区分できるとするのがこれ福祉レジーム論。この福祉レジーム論を知らないと結構とこが難しいですね。でその説明として正しいものを選べと。はい、で4番が正しいんですので、まあ、1から 5のうち4番以外が何間違っているかっていうのを調べたんですが、まず日本は、その結論としてね、社会民主主義レジームって言ってますけど、これは保守レジーム、保守主義レジームだそうです。で2番に関して、スウェーデンではですね、男女平等が進んでおり、公的雇用の介護や保育などのケア労働における男女比もほぼ拮抗しているって書いてますが、スウェーデンではこのケア労働における男女比は女性の方が高いということが書かれてました、調べたところ。だからこれ間違いと。で3番ですね、これはアメリカで国民皆保険制度が実現していると。まあアメリカ国民皆保険制度実現してなかったよなって思いますよね。で私も一応念のために調べたらやっぱり実現してなさそうだったので、まあ、してないよねっていうことで×ですね。でオーストラリアではこれね、オーストラリアのレジームがこれは自由主義レジームだそうです、はい、だからこのレジームが分かんないと結構なかなかきつい問題ですよね。ということで答えは4番ということになります。
で、15番目ですね。まあ、これは知識がある人はすんなりと正解選べたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、この中で間違ってるものを選べばいいっていうところです。で、間違ってるのは1番で、17世紀に活躍したロックは、社会契約説っていうのを提唱しました。まあ、それはまあ正しいでしょうね。で、私的所有権を守るためには国家や政府の廃止が必要だと。で、この廃止が必要っていうのがおかしいですね。社会契約説っていうのを調べると、社会国家っていうのが、個人相互間の自由意志に基づく契約によって成立するっていう理論なんですよ。国家が個人間の契約で成立するっていう理論が社会契約説。だから社会契約説っていうのは社会国家が契約で成立する説、契約で成立しているので、国家や政府の廃止が必要だということにはならないはずですから、まあ、1番が間違い、廃止が間違いかなというところになります。はい、で続いてですね、16番目、はい、この G7 の問題ですね。これも非常に政治な知識が必要な高度な問題です。ドイツ の、 このショルツ大統領さんについての説明なんですが、選挙の時になんか三党連立制が発足しって書いてて、その社会民主党と自由民主党と緑の党の3つだと思うんですよ、調べたら。で、自由民主党が、はい、なんか違う政党に変わってるから間違いかなというところです。で、2番は何が間違いかっていうと、マクロン大統領、はい、これは、まあ、決選投票をしてないって書いてますが、決選投票してましたので、×で、3番ですね、イタリアではメローニさんがイタリア初の女性大統領に就任って書いてますが、これは女性首相の間違いかなというところですね。はい、で4番目、イギリスでは、これ合ってる、イギリスは合ってるね。はい、で5番目、アメリカはね、これは2022年に行われた中間選挙で、問題文では共和党が連邦議会上院の過半数を維持し、で民主党が連邦議会の下院で過半数確保したって書いてますが、これ民主党と共和党逆かなというふうに思います。はい、では続いて、17問目見ていきましょう。17問目はですね、なんか男らしさに関する記述で明らかに誤ったものを選べると、で明らかに誤っているのが、まあ、意と右なんですね。これも激ムズだと思うんですけど、まあ、激ムズっていうか日本語を読めば気づく人もいるかもしれません。知識としては激ムズなんですが、いいですね。英文学者のイブ・セジビックは主に男性同士って書いてますね。ここ注目、男性同士って書いてる。男性同士の社会的中退をヘテロソーシャリティって呼んだって書いてますが、これはホモの間違いだと思いますね。これはウィキペディアとかで調べたのかな、僕は。そうですね。はい、で、これなんでかっていうと、そもそもヘテロっていうのは違うものを表すわけです。で、同じものを表すのがホモ。だからホモとヘテロは対義語なんですよ。で、これ男性同士って言ってますから、同じ性質のものが、こう、なんていうの、今問題になってますから、ヘテロは逆ですからね。同じ性質だったらホモっていうのを使わないとおかしいということになります。はい、でウが間違ってますね。ウに関してはこれも難しいんですけど、社会学者の、レイ・ウィン・コンネルさんは男らしさの内実が多様であることに着目し、社会の中で権力や資源を集中して保持する少数のエリート男性が持つ男らしさを従属的男性性と呼んだって書いてます。でこの方はウィキペディアがあったのでコンネルさんのウィキペディア見たんですが、日本語のウィキペディアはほとんど情報がなかったので、英語の方のウィキペディアで見たら、このコンネルさんが言ってたのは、ここに書いてあるこの、ヘジモニック、マスキュリニティ、ヘジモニック、マスキュリニティっていうものだそうです。英語版でだから英語になってるんですけどね。でこのヘジモニックってどんな意味かっていうと、覇権主義とか指導、まあ、覇権的指導的って意味なんですよ。だから従属的とはまあちょっと逆の、用語なので、まあ、従属的男性性という和訳はおかしいなと思って判断しました。まあ、これに関しては意図についてはだから同じものをホモ、違うものをヘテロっていうことが分かれば意は間違いだと選べると思いますし、ウに関してもなんか権力や資源を集中して保持する少数のエリート男性が持つ男らしさをなんで従属的男性性っていうのかってちょっと意味が分かんないと思うので、日本語の推測から、まあ、意とうを選んでもよかったかなと。他に根拠のある正解が選べない場合はこれは別に17番を選択してもよかったんじゃないかと思います。
はい、続いて、18問目見ていきましょう。これですね、環境問題について誤っているものを選べ、誤っているのはうとおですが、うは比較的簡単かなと思いますね。公害などの環境問題では、ちょっとこれ読んでいただくとね、公害の被害を受ける人々の範囲と、公害を生み出す企業活動によって利益を得る人々の範囲を比べると、前者の方が圧倒的に大きいのが特徴って書いてますが、そんなことはないでしょ。被害を受ける人と利益を受ける人で、被害を受ける人の方が圧倒的に多いって言えますかっていうと、例えば公害とかで調べて、まあ、皆さんも公害とかでどんな例があるかをネットとかで調べてみるといいんですけど、まあ、例えば騒音とかも公害の一つとして出てきたんですけど、空港の騒音とかがそれに該当するかなと思うんですけど、空港の騒音をうるさいと思うのはその空港の近所の人たちですが、空港を利用して利益を受けるのはもう世界中の空港を使う人々ですよね。だから範囲で言うと、その場合は圧倒的に利益を受ける人々の範囲の方が大きいわけですから、公害の被害を受ける人々の方が圧倒的に大きいのが特徴とは言えないかなというところで、うが間違い。はい、続いて、おも間違いです。おはちょっと難しいんですけど、現代の環境問題研究では、村落などが共有してきた、まあ、故障って読むのかな、これ。読み方調べようかな。あ、故障って読みますね。よかった。はい、故障。いや、あ、これも読めないな。原野なのかな、原野に、生息する固有種が開発によって絶滅の危機に瀕する状態を、これ共有地の悲劇と名付けているっていう、問題なんですけど、共有地の悲劇自体は、ね、なかなか知らないんじゃないかなと思うんですよ。私もこれウィキペディアで調べて、ウィキペディアの説明だと、共有地の悲劇っていうのは、例えばなんか牧草地なんかを何人かで共有した時に、みんながね、こう好き勝手牧草地をとか牛に食べさせると、なんていうのかな、まあ、結局その牧草がみんな食い尽くされて、被害を受けてしまうと。だから自分の牧草地だけだったらね、それ大事に使うと思うんだけど、みんなの牧草地ってことは周りにね、こう食い荒らされちゃったら困るから、自分が制限してもね。だから、まあ、だったら自分の牛に食わせた方がいいだろうってなっちゃうわけじゃないですか。だからそういうニュアンスのことの説明があったので、別にその固有種がどうのこうのって問題じゃないのかなというところで、まあ、そこの説明がなんか違和感があったから、まあ、おはそういう意味で間違いなのかなと思っております。はい、次に19問目見ていきましょう。19問目もこれ知識問題ですが、これちょっとね、誤りを含むものの個数は、何個かと3個です。で、これ個数だけ分かって実際に誤りがどれかは分からないんですけど、まあ、おそらくあと1等が誤りかなと思います。で、あに関しては、在留外国人の数は韓国が一番多いって書いてますが、ちょっと中国が一番多いと思います。で、いに関しては、このインドシナ半島からの難民、日本は受け入れなかったと書いてますが、なんか受け入れていたようですので、これも間違いかなと。で、王に関してはイスラム教がね、風葬って書いてますけど、イスラム教の埋葬方法を調べたら土葬、だそうなので、まあ、これ土葬かなと。だから、まあ、あと1等が間違ってて3個かなというふうに思います。はい、じゃあ次20番ですね。20番、これかなり20番は難しい問題ですね。独占的競争市場の性質です。これ独占的競争市場っていうのは、本当にもう経済学部とかそういう人じゃないとあんまり分かんないような気もするんですけど、私もほとんど分からないんですけど、詳しいことは。普通の競争市場じゃなくて、独占的って何かっていうと、商品が差別化されてるっていうことらしいです。まあ、例えばコーヒーとかで考えたら、まあ、スタバのコーヒーとかドトールのコーヒーとか、コーヒー自体は競争市場ですけど、スタバのコーヒーとドトールのコーヒーって違うじゃないですか。だから差別化はあるじゃないですか。で、だからこれ、あは正しいんですよ。価格支配力を持ってる。つまり、全く同じコーヒーしか売られてないんだったら、当然値段もどこで買っても同じじゃないとおかしいですよね。ところが、やっぱスタバのコーヒーとドトールのコーヒーって値段が違ってもいいじゃないですか。どっちかが高くても、そっちの商品が好きな人はそっちを買うじゃないですか。だから商品が差別化されてるってことは、その差別化された商品についての価格は、決めれるということになるので、まあ、企業が価格支配力を持ってるのが丸です。で、おに関しては、これおも丸なんですよ。均衡状態では企業は性の利潤、独占利潤を得ることはできないと。
で、独占的競争市場っていうのは、私が調べたところ、やっぱ新規参入っていうのができると。まあそうですよね。コーヒーショップを新しく開くことは全然できますから、新規参入できると。なので、新規参入が続いて、やがて各企業の超過利潤っていうのはゼロになるという説明がありました。この二つが正しいのかなというところです。はい。続いて、21番。これはね、20番と打って変わって、普通に考えたら絶対解けるよねっていう問題なんですよね。むちゃくちゃ簡単かなと個人的には思ってます。消費者の選考を調査するためにアンケートを行った。このアンケートにおいてある消費者は、予算3万円、在 X の価格は1000円、在 Y の価格は2000円の時、X と Y をどれだけ購入しますかという質問に対し、8と11って答えてるんですよ。で、これ在 X に注目してほしいんですけども、1000円の時、8個購入するんですって。で、その時に、ね、この消費者が予算、同じ予算ですよ。同じ予算3万円で、X の商品、X が1000円から2000円に上がってるんですよ。で、一方で Y は下がってるんですよ。この時に X と Y どれだけ購入しますかって考え、質問して、合理的な選択をした場合に起こりうる回答を選べって言ってるんですよね。で、商品、同じ予算で商品が高くなって、ね、8個しか買わなかったものを、8個よりも9、10、11って買う人がいますかって話なんですよね。高くなって。いないでしょ、合理的な選択すれば。だからもう2、3、4は、削れます。で、1、当然そうすると5も削れますから、1ですよね、8個、うん、結局この人はいくらだろうが X が8個欲しければ値段が上がっても8個買う人はいるとはいえ、値段が上がって買う個数が増える人はいないと思うので、だからこの問題に関してはちょっと、あまりにもなんかこうストレートすぎてちょっと逆に怖いなっていう気がしますが、まあ、1が正解ということになります。22番。これもまあそんなに難しくない問題ですね。厚生労働省が、賃金構造、基本統計調査における大学初任給の推移を見ると、1977年は約10万だった。右肩上がりで、今は20万になってますと。で、その後はほぼ横ばい。で、花子の祖父は77年大学卒業後初任給として10万もらいました。一方、花子は22年に大学卒業後初任給10万もらったと。って考えると、これ、まず、10万とか20万っていうのが名目所得なんですよ。こう金額そのもののことを名目所得って言うんですね。だから花子の初任給はおじいさんの初任給と比べて名目所得はちょうど2倍です。計算するだけです。だからより多いより少ないは両方×です。2倍ちょうどだから、より多くもないしより少なくもないです。で、今度実質所得ですよね。で、実質所得で見ると、どうなるかっていうと、物価がどうなってるかを見ますと、2022年の方が物価が高くなっているわけです。ということは、物価で見ると倍ももらえてないんですよね。金額は10万から20万って増えてても、花子の時の方がおじいちゃんの時より物価が高ければ、その実質的な価値は倍にはなってないわけです。だから実質的な価値は倍より少ないはずなんですよ。だから5が正解です。ということですね。はい。で、じゃあここから、23問目からは理系の問題になるので、今度はね、ちょっと理系の問題飛ばして英語の問題を見ていきたいと思います。はい、それでは英語の問題ということで38問目から見ていきます。英語の問題もやっぱり著作権の問題で、本文はちょっと紹介できないんですけど、まあこのサッカー選手の文章なんですね。で、あに入るものを選べってことで、これまあ著作権に反しない範囲でちょっとどんな空所だったのかっていうのを説明すると、 The word、has been でなんちゃらで as ん、あ、ごめん、間違えました。The word has been accepted です。adapted かなで as なんちゃら、for モンスターゲームと、まあ、こんな文でした。まあ、ざっくり言うと。で、ここに入る、つまり、その言葉が、まあ、採用されたんですよ。モンスターゲームのなんちゃらとしてと。で、ここに入るのはこのシノニムっていう言葉で、まあ、同義語、類義語っていう意味です。だから、言葉がなんちゃらとして採用されたっていう文脈だから、まあ、なんちゃら、モンスターゲームの何かとしてっていうことで、モンスターゲームの同義語としてっていうのが入るっていうことになりますね。はい。で、39問目に関しては、まあ、どんな文脈だったかというと、
the goal で、この後に空調があって、and that was why nobody was celebrating。 まあこんな文でした。で、そのゴールがなんちゃらだった。そして、それが理由で誰も祝っていなかった。です。じゃあ、ゴールがどうなったら誰にも祝われないのかっていうと、これはちょっと難しい単語 ですが、2番、ルールアウト。まあ、その受け身ですね。ゴールがルールアウトされたと。で、ルールアウトっていうのは何かを認めないっていうことらしいというか、そういう熟語です。つまり、ゴールが認められなかった。まあ、サッカーってゴール認められないみたいなシーンもたまにありますよね。だから、ゴールが、ハドビンルールだと認められなかった、そしてそれがみんながお祝いしてない理由なんだみたいなのが一番しっくりくるから2番が正解ということになります。続いて40番、ですね、40番どんな問題なのかっていうと、あの意味と近いものを選べっていう、問題だったんですよ。で、どんな、問題だったかっていうと、ちょっとこれも一部だけ紹介すると、インフレーション has spiked to 4.2%。 なんかこんな、文でした。インフレーション has spiked to 4.2%。 でここに線引きがあって、これがアなんですよね。でこの spiked to っていうのは上昇する、急上昇するって意味です。でこの急上昇すると同じ意味なのが jumped to っていうことで、4が正解ということになります。はい、で次ですね、41番、これはどんな空調補充だったかというと、 Young people、 ざっくり言うとですよ、 Young people spend なんちゃらで The over 50s on、housingコースっていうふうにこう続いていくわけなんですけど、つまり、ここに入るのは、まあ、スペンとの目的語が入りますよね。若い人たちは50代、まあ、50代を過ぎた、50歳を過ぎた人たちかな、よりも、なんちゃらだみたいな、そんな感じなんです。で、ここで、まあ、オンハウジングコストってあるから、まあ、居住費とかに使うものだから、まあ、お金が入るんですけど、まずこれ文脈で判断しなきゃいけないのは、若い人たちの方がより多くお金を使ってるんです。で、より多くお金を使ってるっていうのは、まあ、2と4ですよね。より多く使ってるのは Greater than twice as much as と More than twice as much as ってあります。それ50歳過ぎた人たちよりも、2倍ですよね。2倍よりさらに多く、だから50歳以上の人たちの2倍よりさらに多く使っているんだということになる。で、まあお金の量を表すのは、まあグレーターよりもモアの方が適切ということで、4番が正解になります。はい、で次はこっちか、42番ですかね。はい、で、42番、ちょっと答え、ちょっと、メモし忘れましたが、1番と、4番ですね。はい。で、これもまあ、どんな、問題だったかっていうと、これなかなかちょっとね、表現しにくいんですが、まあ、ちょっとこれも空所のところ書くか。で、depending on the contest で、コンテクストでなんちゃらだと。まあ、その文脈では、ほにゃららだったなと。はい、その文脈に依存して、ほにゃららだったというようなニュアンスになる。で、これちょっともう、文全体を紹介してないと、これ、文の中身が分かってないと、これ、正解導けないんですね。で、1番は、anger can make us brave or reckless。brave は勇敢、reckless は向こう見ずな。ということで、怒りが私たちを、まあ、勇敢だったり、向こう見ずにするんだと。いうようなニュアンスの言葉が入るのが正解なんですが、これね、怒りがあることによって、こう、悪い方に考えが行きづらくなるみたいなニュアンスの文脈なんですよ。悪い結果っていうのはなんか予想しにくくなると。だから悪い方向に考えがいかないっていうのを、まあ、勇敢であったり、レックレス、無効ミスっていうふうな表現にしているというところになります。そして、34番、33番目。
これはちょっと長いんですよね。あの空所がいくつもあるんで、3つの空所を選ばせる問題で非常にまあややこしいんですが、で、まあ、1つ目の空所っていうのは、どういうことかっていうと、まあ、あの空所はね、まあ、こんな空所、パーペチュエイティングがスパイラルオブなんちゃら。で、パーペチュエイトって難しい言葉ですよね。あの永続させるみたいな、まあ、ニュアンスの言葉ですね。はい。で、だから、なんちゃらのスパイラルが永続していくというようなことが言っているわけです。で、これは、正解は、イーラショナルレイジってことで、まあ、その非合理的な怒りみたいな、そういったものが、そのスパイラルが続いていく、まあ、ちょっとこれはもう文脈からそういう、文脈で捉えるのが正解というふうな説明に ならざるを得ないですね。はい、で続いて、E の選択肢ですね。そうね、だから For the angry individual if not for なんちゃらと。そうね、For the angry individual。 インディビジュアルは個々の個人のってことじゃないですか。 If not for ホニャララと、ホニャララでないにしても、ということで、だからまあ社会全体じゃないにしても個人にってことなので、まあそのソサイティっていう言葉が入っている意が正解というふうに、なっていく。で、最後のウに関しては、People related objects as なんちゃら、まあここで切りましょうか。はい、People related objects as と。で、そのオブジェクト、対象を、まあランク付けた、そんなニュアンスですかね。で、どういうふうに、まあ、見なしたのかっていうと、まあ、more desirable と、まあ、もっとそういう、まあ、いいなっていう、そのものいいなって、desirable、羨ましいな、いいな、欲しいな、みたいなふうに感じさせたっていう、文脈なので、まあ、うが正解ということになります。まあ、これはまあ文脈を読み取って、どんな語彙が入るのか。で、例えばこれで言うと、まあ、スパイ、パーペチュエイティングっていう永続っていう単語力だったり、まあ、インディビジュアルとソサイティの対比だったり、っていうね、だその商品の価値ですね、まあ、その商品というか、オブジェクト対象が、まあ、そのセクシーとかちょっと意味が分かんないので、まあ、アトラクティブとかちょっとね、ほぼ同義語だから、ここだけでは選べないと思うんだけど、まあ、一応そういういろんなところから文脈全体で見ていくような問題です。そしてあと2問ですね。はい。44問目はどんな問題かというと、これも空所補充で、空所が、ね、4個もあってややこしいんですね。で、まあ一応空所補充しますか。で、ザ 10%、まあ大体ですよ。大体で書くと、seen as the なんちゃら of transport poverty ですかね。はい、でここがアなんですけど、まあ 10% っていうのがトランスポートポバティ、まあ交通貧困のなんちゃらとみなされているということになって、これはインディケーター、指標ですね、指標とみなされて 10% ぐらいが、まあ、交通貧困の指標とみなされてますよっていう、これ全体で、一つの、あれですね、名詞句になってます。で、E に入るのは、インフラストラクチャーですね。はい、まあ、いわゆるインフラですね。で、これはこういう文脈でした。文脈っていうか、こういう、まあ、文の補充でした。A lack of safe local なんちゃら for cycling
はい、まあ、こういう、まあ、名詞句があると思ってください。A lack of safe local natural for cycling。 サイクリングの安全な、地域のなんちゃらがないことですね。 lack だから、はい、それが欠けていることっていうのがということで、まあ、インフラが入るとね、サイクリングのインフラ、安全な地域のサイクリングのインフラがないことによりみたいな、そういった文脈でした。で、うが入る、このうはちょっともう本当に、まあ、めっちゃ難しいんですけど、うん、うはどんな選択肢だかっていうと、だいたいこんな、文脈で、If they could pick a なんちゃら that was not driving、つまり、ここに入るのが、まあ、正解は mode で、mode には方法って意味があって、まあ、ピックはまあ選ぶと。で、もし彼らが、もし彼らがその、まあ、車の運転とかでない方法を選べるなら、そういったニュアンスかなと。ちょっとここかなりね、英語の意味を読み取ることも難しかったので、ちょっと私の解釈もしかしたら間違ってるかもしれないんですけど、まあ、そういうふうな解釈ができるかなと思います。はい、で、最後の絵に関しては、こういう文脈でしたね。文脈っていうか、まあ、空所でした。 There's no なんちゃら、the fact that なんちゃらと、まあ、つまりなんちゃらという事実をなんちゃらかんちゃらと。で、これ全部 ing が入っていて、 there is no ing っていうのは何々することができないっていう意味の熟語です。熟語というか、まあ、そういう構文ですね。これ非常に重要な、大学受験でも必ず習っているような表現です。で、ここに入るのが、あの、 のエスケープですね。つまり、まあ、避けられないと、逃げられないと、その事実から逃げられないっていうようなニュアンスの言葉が入る、ということで、が正解という、絵が正解というか、まあ、3が正解ということになります。はい。そして最後の問題ですね。もうこれはね、ドシンプルです。はい。何がドシンプルかっていうと、これちょっと書きましょうか。The chance。The chance。ちょっと待ってくださいね。The chance for people。People、to move away。from car use car use なんちゃらと、まあ、こんな感じですね。はい、 The chance for people、to、move away from car use なんちゃらと。で、まあ、これ文構造を見ると、全部この is が入るので、これが主語になっているんですよね。あの、この前の部分が全部主語です。チャンスが主語です。はい。で、これが文全体の主語になっていて、主語 S ね。人々が車の利用をから、まあ、やめるようになると。人々が車の移動、車を使うことか。はい、人々が車の使用から、まあ、移るっていうことの可能性、チャンスっていうのがなんちゃらだと。で、これはもうね、知らないと解けない、知ってたら解ける、本当そんな単純な問題で、正解は is being squandered、squandered です。で、これもう熟語として覚えておくしかないんですけど、熟語というかそういう表現があるよと。 squander a chance、まあ、to なんちゃら、これで、まあ、辞書とかにも載ってるんですが、何々する機会を逸する、何々する機会を逸する、チャンスを逃すっていう、そういう表現になります。スクワンダーを使って、このスクワンダーを使ってこういう表現があるって知ってればもう一番ですよね。だから受け身です。ここでチャンスがこの熟語では目的語になってますから、受け身に受動態になることで主語に来ますね。そして受動態の進行形です。だからそのチャンスが逃されているんだと、はい、いうことが、まあ、分かってれば解けるし、分かんなかったら解けない。これ、じゃあ、このね、スクワンダークチャンス2って、簡単な熟語ですか、難しい熟語ですかっていうと、僕の感覚ではかなり難しい熟語なので、まあ、分かんなくてもしょうがないかなと思います。ということでね、まずは文系編、お届けしていきました。で、また別の動画で理系編もやる予定ですので、そちらもぜひご覧いただけたらと思います。今日の講義は以上です。お疲れ様でした。